今回は日本在住のアメリカ人女性ジャーナリストがアメリカのウェブサイトビジネスインサイダーに寄稿した日本で生活して学んだ17の大切なことと題する記事をご紹介します。日本に初めて足を踏み入れた時、その効率の良さと社会の秩序に感銘を受けずにはいられません。道はきれいで、電車は時間通りに走り、人々は静かで礼儀正しいですが、一方でコスプレ、チキンラーメン味のアイスクリーム、ロッテリアの5枚重ねバーガーなど、好奇心をそそられるような奇抜さも持っています。日本で生活すればもちろん、日本を訪れるだけでも、あなたの人生を変えるような経験をするでしょう。日本から帰ってきた時、行く前と同じ人間のままでいられる人はいません。今回は、外国人にそのような印象を与えるものをいくつか紹介します。日本人は、私たちに、物の考え方や行動、世界の見方を今一度考えさせてくれます。つまり、私たちの人生を変えるきっかけを与えてくれるのです。日本に住んでいる人や、日本旅行のリピーターの人たちから聞いた。日本で学んで人生が変わったことをご紹介します。1. 日本人はいつだってお返しをする。日本で暮らした経験のある人ならば、お返しの文化を必ず学んでいる。人間関係を良くしてくれるのがお返しの力。同価値のものをお返しする必要はなく、ちょっとしたものをお返しするという方法で問題ないのだ。2. 何かしてもらった際は、次に会った時に必ずお礼を述べる。時にはやりすぎと思うくらい、日本人は感謝の気持ちを言葉にして相手に伝える。日本特有の世界に誇れる素晴らしい習慣であることは間違いない。3. 一般マナーをはるかに超えた思いやりの心。相手への思いやりや丁寧な対応、洗練されたマナーは日本文化にとってとても重要なものである。知らない人に突然道を尋ねても嫌な顔をせずに丁寧に教えてくれる。時には地図を手書きしてくれたり、店主が店を離れてまで道を教えてくれる。そしてこのような行為は見返りを期待してのものではない。4. 他者を自分よりも優先させる。他の人があなたにとってどれほど重要であるかを示す最も良い方法は、彼らを優先することだ。友達に一番大きなケーキを、お母さんにレストランの一番いい席を、写真を撮るときはゲストを真ん中に、などなど、これらは日本で日常的に行われている。あなたも周りの人を特別な気分にさせてみてはどうだろう。パン屋でケーキやお菓子を買うとき、お隣さんやお友達のために余分に買って持っていき、相手のことを思っているという気持ちを伝えるのだ。日本にはこうした人間関係を円滑にするためのちょっとした方法がたくさんある。5. 仲間や同僚などをのけ者にしない。飲み会などの集まりは仲間を全員誘うようにしてのけ者を作らない。日本では誘われなかったと気まずい思いをすることがない。人の輪の中に入ることで多様な価値観を学ぶことができるのだ。 6. 他者の所有物を尊重する。英語には拾ったものは持ち主、なくしたものは泣きを見るということわざがあるが、日本は違う。日本では道に何かを落としてしまったり、どこかに置き忘れてしまった場合でも見つかる場合がほとんどだ。日本以外の国で落とし物をしてしまった場合、なかなか見つけることは困難だが、日本ではたとえ落ちていて誰のものかわからない場合でも、
他人のものを勝手に持って行ったりはせず、道の脇やベンチに置いておく。鎖でつながれていないからといって、持って行っていいわけではない。日本人は恥を知っているのだ。7、お酒を飲んでも暴力にはつながらない。日本で酔っ払ったサラリーマンを見ることは多い。しかし、酔ったことで暴力を振るったり、喧嘩になるようなことは稀である。8、平和という選択肢。最近の日本の子供たちは、小さい頃から、暴力は間違っている、戦争は必要ないと教えられている。9、政府によるコントロールが、時に非常にうまく機能する。日本政府は、質の高い医療システムを管理している。このような水準の医療システムを維持管理することは、民間企業にとって困難と思われる。10、ずうずうしさは悪徳として疎まれる。日本社会では、謙虚であることが美徳とされている。みんな横入りをせず、不満も言わずに、しっかりと列に並ぶ。急に怒る運転手、怒鳴り声を上げる人、威圧的な態度をとったり、露骨に不機嫌な人などはいない。11、日本人は非常に聞き上手である。日本人は聞き上手な人が多い。自分のことばかりを話すのではなく、相手が先に話すように促したり、意見をちゃんと聞く耳を持っている。自分の意見を強引に相手に押し付けるようなことはしない。日本人はディベート、討論よりも、ディスカス、話し合いを好む。12、日本人は民族主義的ではない。みんな誰しも深層心理では自分たちの国が一番だと考えている。だから、自国の優位性を他国の人たちに話すことは無意味だ。日本のように多くのものが揃っていて、世界中から外国人が来るような場所で生活していると、自分が世界最高の国から来たわけではないことに気づくだろう。13、頑張る。英語にはこの言葉に相当するものがないが、それには理由がある。私たちは、想像以上に時間やお金、エネルギーを消費したとき、すぐに諦めてしまうからだ。しかし、日本では、最善を尽くして最後までやり遂げることだけが期待される。日本には、頑張るという意識がある。みんなが頑張るから、私も頑張るのだ。14、日本では、約束は必ず果たされるべきものである。日本人は、約束を破ることを嫌うので、必ず実行し、忘れることはない。イベントに誘われたら、必ず行かなければならないと考える。彼らが一旦来ると言えば、雨が降っても来るのだ。ドタキャンは許されない。事情があるなら、事前に断りの電話をするか、誰か代わりの人を行かせるべきだ。15、日本人は責任感の強い国民である。2014年にブラジルで開催されたサッカーワールドカップ。試合後、日本のサポーターが自分たちの使用した応援席の周辺を掃除して世界中を驚かせた。しかし、日本に住んでいたことのある人なら、さほど驚きはしない。日本人は毎日会社の前の歩道を掃除したり、近所の清掃活動を行ったりしている。彼らはそうする責任がなくても、自ら掃除をするのだ。16、優雅でエレガントな振る舞い。日本人を一言で表すなら、それは優雅だろう。敬意を示すためにお辞儀をしたり、誰かを指し示す際は人差し指ではなく手全体を使うなど、社会階層に関係なくみんなが優雅に振る舞う。両手で人に物を渡す、身だしなみを整える、
笑顔で挨拶するなど、すべての振る舞いに上品さ、敬意、洗練さが感じられる。17、日本人は常に時間を守る。今回の企画において、私たちの間で最も共通した回答の一つが、時間を守ることの重要性だ。それは、他人へ敬意を示すだけでなく、すべての物事をより確実に、より効率的に実行するためのものだ。それでは、この記事を読んだ海外の人たちのコメントをご紹介します。国は関係なく、どんな国の人でもお返しはするべき。相手に敬意を持って生活しないと。でも現実は、他の人をまるで私物のように扱って利用し、必要なくなればポイッと簡単に捨てるような人間もいる。日本人は地球の歴史上で最高の文化を持っている。世界一礼儀正しく、規律のある国だと思う。私も日本に住んでいた時、同じように感じていた。日本に短期留学し、いろいろと学ぶことができたのが、人生で一番大切な経験だった。私の知っている日本人は、みんな親切で規律を守っている。アメリカ人は、日本人や日本の文化を見習うべきだよ。本当は俺も日本人なのかな？共感できることがたくさんある。日本のことを学んだ後だと、先進国の中でアメリカを世界一だとは考えられないな。日本人はいつも親切で思いやりがあり、礼儀正しい人たち。短期間だけだとしても、日本に住めば今までにしたことのない経験ができる。帰国するときには日本の文化が備わっているわ。すべてその通りだよ。生きているうちに一度は日本に行ってみた方がいいよ。日本は本当に素晴らしい国だったよ。書いてあることをすべて体験した。素晴らしい国民だと思う。これはすべて本当のことなの？誰か教えて。大体合っているよ。ああ、また日本に行きたくなってきた。日本人の同級生そのものだよ。まさしくこれ、日本にずっと滞在したい。必ず日本には行ってみるべき。日本に一度は行ったことがある人なら、これが正しいってことがすぐにわかるよ。この文章の通り、沖縄にしか行ったことがないから、本土にも今度行ってみたいな。日本でたくさんのことを学んだわ。日本のいい点は、このコラムに書いてある通り。本当に素晴らしい体験ができたわ。日本で暮らしてるけど、全部その通り。私は日本人に生まれ変わりたい。仕事を1年くらい休んで、日本で生活したいな。日本のことを聞くたびに、日本に戻りたくなるよ。読んでみて思ったけど、日本人とドイツ人って似てるな。アメリカが日本なら、より幸せな生活ができていたかもしれない。ほぼ事実だと思うよ。俺の一番のお気に入りは日本の料理。日本が恋しくなってきた。日本が好きな理由は、まさにこのコラムの通り、すべて解説してくれているよ。言葉では言い表せないくらい日本は良い国。この真逆に位置するのが俺の国。ここに書いてあることはすべて本当のこと。何度行っても飽きない国。また行きたいな。世界で最高の場所の一つに挙げても良いと思うよ。国民のレベルが高く、素晴らしい国だから。日本では人生で大切なマナーを学ぶことができる。一度は必ず日本に行くことを義務付けた方がいいくらいだ。
私に足りないのは日本人のような頑張る気持ちのようね。東日本大震災を見て改めて思ったけど、日本はやっぱり平和で住みやすい国だ。お互い助け合い、暴動なども起こらず、本当に素晴らしい国だと思うよ。日本の最大の財産は国民ってことだね。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。高評価ボタンをポチッと押してくれたら、とっても嬉しいです。また、今回の話題についてご意見がありましたら、お気軽にコメントをお願いします。新着動画を見逃さないために、チャンネル登録も忘れないでくださいね。